域に入ります。さあノーアウトで先制のランナーを見せました。タイガース先制のピンチを迎えます。まずは1回の表、トップバッターはロハスジュニア。右のアルカンタラマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。さあ注目の立ち上がり、トップバッターはガーバー。左のロサリーマウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。ピッチャーを交代します。ロサリオ降板、マウンドに上がったのはバッター今日2人、右のロメロマウンドに上がりました。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはクロー、右のネバラスカスマウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。ピッチャー交代です。ネバラスカス降板、ここでマウンドに上がったのはバール。これからスワローズの攻撃に入ります。右のサイスリード、マウンドに上がります。カウンター戦相手にどういった攻撃を見せるのか。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。